グレン・マクリード・ジョンソンは、イギリスグレーター・ロンドン・グリニッジ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。数々の名選手を輩出した、ウエストハム・アカデミー出身の選手である。ウエストハム・ユナイテッド・ FC や、ミルウォール・ FC で活躍し、マンを持たして2003年に、チェルシー・ FC に移籍した。レギュラーは確実、カリーナ・ビルを超えるなどと言われ注目を集めたが、 安定感がなく、クロス精度もいまいちと評価を落とした。結局は、パウル・フェレーラにレギュラーを奪われ、チームでも居場所をなくしていった。2006年のワールドカップメンバーからも落選し、チェルシーを去ることとなった。2006年8月5日、ポーツマス FC へのレンタル移籍が発表される。さらに2007年8月31日には、同チームへの完全移籍が決定した。 ポーツマスでは、FW タイプのジョン・ウタカやベンジャニム・ワル・アリ、中央でのプレイが得意なアンドレス・ダレッサンドロや、ローレにエタメ・マイヤーが、自身の前を務めることが多く、ジョンソンが相手陣内部くまで、攻撃参加する機会が多いこともあり、持ち味の攻撃力を発揮するようになった。また、イングランド代表にも復帰する。2007年1月17日、 ケント州の日曜大工店 B&Q で、ミルウォール所属の FW 弁名と共に弁座と蛇口を万引きし逮捕された。それぞれに80ポンドの罰金が課された。2008年11月22日、ハルシティ戦において、TV 番組マッチオブザ・デイの年間、最優秀ゴールに選ばれたゴールを決めた。左サイドからのクロスボールが、相手 DF にクリアされ、ワンバウンドした後、 胸トラップからそのままボレーで放たれたシュートはゴール前の密集を飛び越えゴール左上に突き刺さる強烈なドライブ回転により急激に落ちるこのシュートに相手 GK は見送るしかなかったポーツマスでは才能を発揮し FA カップ優勝や UEFA カップ出場に貢献した2009年6月26日ポーツマス FC からリバプール FC に移籍 遺跡金は約1750万ポンド。前年までレギュラーとして活躍していたアルバロ・アルベロアのレアル・マドリード遺跡により遺跡後すぐにレギュラーに固定されるとアルベロアの遺跡による穴を埋める活躍を見せた。2015年5月14日、ジョンソンは2014から15シーズンが最後になるとツイッターで表明した。2015年6月10日、 リバプールと契約満了することを発表した。フリー状態だったが、2015年7月12日、ストークシティ FC に入団することを発表した。契約期間は2年間で、1年の延長オプションがついている。2019年1月21日、現役引退を発表した。2010年南アフリカ開催の FIFA、ワールドカップイングランド代表メンバーに招集されると、 グループリーグ全3試合にフル出場し、決勝トーナメントの1回戦ドイツ戦にもスタメンで出場した。ありがとうございます。